はい、どうもどうも、アドミズボーイです。今回の動画なんですけど、今回ね、ちょっと新たな、はい、生態をね、ちょっと連れて帰ったんで、その子のね、紹介と、ケージの方を用意していこうかなということで、早速ね、やっていきましょう。うん、はい、どうぞ。はい、ということでね、今回お迎えした子をじゃあ呼んでみましょう。はい、3、2、1。はい、この子です。都ヒキガエル。はい、超かわいいでしょ。見て見て、超かわいい。そう、この子をね、今回お迎えしました。で、この子はね、うちのリビングの方でね、飼っていこうと思うんで、とりあえずね、今からはい、今からね、ケージの方を作っていこうかなと思います。じゃあ早速作っていきましょうか。はい、で今回ね、用意したものが、まあこちらになります。まあまずね、床材からの、まあ水浴び用のね、なんちゅんこれ、バブルディッシュってやつ、ちょっと深めのね、水入れで、そっから、はい、シェルターね、シェルターで、今回この子を飼っていくのはこのグラステラリウムの、3030をね、ちょっと使っていこうかなと思います。はい、ウィクターも興味津々ですね。ウィちゃん、うん、興味津々ね。まーちゃんはそうでもないねはい、ということで早速ね、ケージの方やっていきましょう。はいはい、で、まあたちまち、おお、ちょっと待ってよ、待って、もうワンテープ超うざいんだけどねえ。まあまあ、それは A として、はい、オープンザドアで、おいでね、この中に今から床材入れーので、ディッシュたちを入れーのっていう感じでね、ちょっとね、やっていこうと思います。はい、まあちょっとこんだけじゃね、味気ないっていうのもあるんで、なんか適当にね、こう葉っぱ買ってきたんですよ。葉っぱ買ってきたんで、そんなんもね、入れつつ、ちょ、リビングに似合うちょっとシャレオツな感じでね、やっていこうかなと思います。はい、で今回ね、まあカエルちゃんをお迎えしたショップさんのね、ちょっと店員さんの中に、まさかのね、ハチミツボーイのファンがいらっしゃったということで、いや嬉しいよね。嬉しいんですが、ですがあれなんですよ、よかったらサインをくださいと。そう、いやね、すごい嬉しいあれではあるんですけど、残念なことにね、サインがないないんですよ。そう、どうした、まーちゃん、ほんまに。そう、残念なことにね、ハチミツボーイ、あのサインがないんですよね。なんでサインがないんかっちゅうと、まあ字が汚い、ほんまに、ほんまに汚いんですよ、字がね、マジで。そうそう、なんであんまりね、字を書きたくない。はい、ちょっと軽めにね、霧吹きというか、まあ湿らせて、はい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 、そう、霧吹き、霧吹きね、ちょっとね、一回忘れてきたんですよ。ちょっともう一回ぐらい湿らせるか。はいはい、もう一回、もう一回ぐらいね、あーっと、はい、いいね、いい、すごいいいよ。はい、で、そうね、こっちの奥にこのディッシュ、こんな感じ。なんか上にポンって置くだけ、なんか味気ないよね。味気ないけど、ちょっと水入れるのせんないよね。もう置くだけにしよう。はい、で、もちろんこれ、はい、こんな感じで、ね、シェルター置きまして、からのこのね、なんかクローバー、なんかよくわからんのですけど、これね、しかなかった、いいのが。はい、なんでこれをね、ちょっといい感じに植えて、そう、この後ろではね、ペッて、なんかこんな感じで、
あ、ディッシュ、あー、こっちかな、こっちじゃない、こっちじゃない、こうじゃない、よし、はい、上でね、ちょっといい感じにしていこうかなと。で、この葉っぱがなんかあれなんですよ、下がね、あの、針金みたいになっちゃって、そう、なんだけど、まあ、刺さないよ、みたいな。そう、これをへし曲げて、そう、あー、でもなんかね、なんか危なっかしいよね、掘った時がね、掘った時ちょっと嫌なんで、こっち側にしようか、こっち側に、こんな感じでディッシュ裏に、ディッシュ裏にこうメット、わ、なんかちょっと嫌やねこれちょっと嫌じゃね、あ、まあ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 、でもまあまあまあいいんじゃない、いいんじゃない、うん、いや、なんかちょっと嫌やね、正面から見る分にはいいんだけど、横から見た図が、あ、まあいっか、これもなんかなってるし、いっか、もうこれでいいわ、はいはいはい、これが大型です。なんで、まあ、とりあえずね、こっちに水を入れて、はい、水入れてセット、あー、まあまあまあ悪くはない、悪くはないかな、ええかな、こんな感じでね、はい、まあどっちにしろ多分この中にずっと入ってると思うんで、うん、カエルさんね、なんでこんな感じでええかなと、うん、いいんじゃない、じゃあ入れていきましょうか、もうこのまんまいっちゃいますよ。で、名前をね、そう、何にしようかなと、はい、いっちゃえ、おお、いいね、いいジャンプ。そう、名前ね、ガマ吉、ガマカツ、そうね、何がいいかね、ちょっと名前の方ね、若干募集しております。まあ、多分勝手に自分つけちゃうんですけどね、名前を、はいいいね、いいんじゃない、すごい、ちょっとゴソゴソがねすごいんですけど、かわいいね、やっぱヒキガエル、うん、ヒキガエルね、前々からずっと自分飼育したかったんですけど、そう、なかなかね巡り合う機会がなくて、この度ね巡り合うことができたんで、そう、お迎えしちゃいましたね、お産のウィクタンが、ウィクタンがもうめっちゃオス、近いな、めっちゃ近いな、そう、なんで、まあ今後ね、この子のまあ餌やり動画なんかも出していこうかなと思っているんでね、もしよければお楽しみにしてもらえたら非常に嬉しいです。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。